ジャン君なら乗り越えていけるでしょう。本当だ、電磁引きだ。よかったね。安心感だね。すごいね。ジャン君。これはね、舐められてるんじゃないんだよ、ジャン君。うん、なんか疲れてるね。親しみやすいっていうことだからね。はい、ジャン君。はい、ジャン君は偉いわ。面白いことになっています、今日カオリンの保護主さんがうちに来るので掃除機を今かけていたらですね、ポンちゃんがいるスギニャンのてっぺんに、カオリンが助けて来ましたよ。この二人はなんか変に仲がいいのかしら。どこだろう、だろうね。なんかピシピシってやられて何か容認してんのかな。うん、今日はカオリンの、保護主さんうちに来ていろんな打ち合わせをしました。そしてお土産にこんなものを、カオリンちゃんを遊ばせてねということです。こっちは人間用のお土産、だいぶいいものをもらっちゃったみたいですよ。さあ、じゃあカオリンちゃん、まず開けたらカオリン遊ばせましょうかね。なんとか。このビニールは何だ。なんかね、またたびの木がね、またたびの木がビニールに。これも取った方がいいのかも。あの、匂いが飛ばないようにしてあるかな。ちょっと待って。そうだね、またたびの香りが出やすい。再びビニール取ろうかな。うん、破っちゃっていいのかな。待って、ハサミ。せっかく。保護主さん来てくれたのに、カオリンもアンズちゃんも隠れてたでしょ、さっき。はい、ん？なんか匂うね。ほい。かわいい。首が触れる触れる。なんか後ろでメリメリって音がした。
再びの木の部分を噛んでおります。いいね、母ちゃん。うん。あ、チョコも、チョコもちょっとクンクン。で、クンクンします。コウちゃんはさっきでかじってたよ。あ、コウちゃんも来ました。クン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 。クン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 。あ、ペロペロしています。ペロ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 しています。やってきます、うん、しりしりしりよくしりしりしりよまいなあんちゃんもおいで。